自分自身に進めたい、もっと自分自身に進めたい。どうも、勝吉です。今日はですね、まあユニクロ U の T シャツとかね、ずらっと並べているんですけれども、僕は当初今年の2月3月の話なんですけれども、 T シャツに関しては ML 購入をね、2サイズ購入してたんですよ。まあ今思ったら、なんでそうしてたのかなって言った思ったら考えたら、なんでそうしてたんだろう。おそらくまあ2サイズ買うことによって、例えば同じボトムスでも T シャツのサイズ変えれば雰囲気変わる、確かこんなような理由だったと思うんですけれども、それでね、じゃあ実際のところ現時点まあ暑くなってきてるじゃないですか。まあ何サイズ着てるのかったら、もう基本的に L サイズしか着ておりません。まあ例えばこういったね、シャツのインナーに着るんであれば M サイズでもねいいんですけれども、インナー用としては無印のパックティー、これめちゃくちゃ気に入ってるんで、まあ、基本これしか着ないんで、でじゃあ M サイズどうするのかって言ったら、また秋までね、多分基本保管になるかなと思いますね。秋になったらスウェットのインナーだとか、まあ T シャツ着て G ジャンだとか、 M サイズの T シャツ着てね、 G ジャンだとか、そしたらちょうどねいい丈感なので、まあ、そこら辺で多分 M を使っていくと。それまではね、少しの期間、眠らせておこうじゃないかなと思っているんですけれども、とねえ、どうしましょう。だからね、そうだね、どうしようか、何をしたいんで僕は。でこのね、ユニクロ U の五分袖のエアリズムのタイプの T シャツに関しては、これね M サイズちょいちょい着てるんですよ。なんでかって言ったら、ウォーキング用にちょうどいいなっていう風に思ってて、これはね、やっぱ中がエアリズムだからさらりとしてね、これ気持ちいいんで、M サイズのユニクロ U のタイプだけは、まあ多分実際使ってるんで使うかなと思います。あとちょっとしたこうハイキングとか山登りの時のもいいような気もするんですけどね、これはね現時点で使ってます。だからさ、まあこのね、多分このオートミール、僕一番最初に買ったんじゃないですかね、このオートミール、これに関しては ML 購入。ただもう現時点 L しか着てない、 L しか着てないでしょ。 M はだから全然着てないですよ。だからユニクロ U のさ、スウェットとのこの組み合わせがちょうどいい丈感だったんで、 L だったら確かにねちょっと出すぎたから、 M がちょうどよかった。でグレーとかも、まあ、ML 買ってるけれども L しか着てないでしょ。あとね、このボーダーは、これはね、確かね、M の時は、それこそユニクロのジップアップのブルゾンとかあったじゃないですか。そのインナーに M 着てた。L 着たらね、ちょっとね、ごわつく、なんか、もごもごするなと思って着てなかったんですよ。まあ、ただだから実際は、まあ、春ぐらいは M 着てた。まあ、今からは L。だからこれは着ない。L が大活躍ですね。でもさ、このさ、ユニクロ U の T シャツってすごいやっぱり丈夫だなと思って、だってこれがさ、2018年のモデルでしょ。もうね、しっかりしてるんですよ。全然ね、多分ね、首よれてないと思う。むしろ洗えば洗うほどなんかね、生地感も馴染んできて、なんかしっかりしてるなと思って。僕どちらかって言ったら T シャツとかも、もう数時間着ただけで洗いたいタイプなんですよ、どちらかって言ったらね。だからガシガシ洗えるものがベスト。ほんとね、それを全て答えてくれるユニクロ U T シャツ最高ですね。いやこれはほんとよかったな。もうほんと価格も安いから、1000円プラス税でしょ。1000円プラス税だったら、まあ色違いも買いやすいし、サイズ違いも買いやすいし、その時々の雰囲気とか気分によってもね、いろいろ欲しかったりするじゃないですか。ただそのさ、なんていうかな、ただっていうかおかしいな、それこ、例えばこれがさ3000円とかだったら多分ここまで買ってないんですよ。1000円だからいい。で最近なんか女性にも人気あるそうじゃないですか。ということはやっぱ男女兼用で着られる T シャツ。確かにユニクロ U の T シャツは、これね、この前奥さん用に買った、レディースのユニクロ U の T シャツなんですけれども、これに関してはやっぱりね、こう、生地がね、つるっとしてる生地なんですよ。こう、まあ、ストレッチが、これストレッチ入ってんのかな？ス
ストレッチが効いてるようなつるっとした素材なんですね。あ、綿100は綿100か。ほんとね、つるっとした素材感なんですよね。メンズの、ユニクロ U の T シャツはこうちょっとこう凹凸のあるですね、ガシガシした素材感なんで、まあどちらかというとこうカジュアルにも使えるし、で言ってもね、僕あの綺麗めな感じとかでも全然使えると思うんで、まあニーズっていうか本当世代もそうだし男女もそうだし、いろんな服装に使えるユニクロ U の T シャツなんではないかなと勝手にね思っているんですけれども、皆さんいかがですか？ユニクロ U の T シャツ何枚持ってますか？なんかね、全色持ってますっていう人もいるし、白黒でいっぱい持ってるっていう、もう本当替えがもうこれで十分っていう話らしいんですよ。でなんかネットの記事とかでも見てたら、プロが選ぶなんとかみたいな感じでユニクロ U これはいいぜみたいな話も見たことあるんで、やっぱこのコスパは出せないそうです。これこの記事でさ、1000円は本当ね、いいねいいねしか言えない。僕のあのいつものあれだったら、あ、これはいいねしか言えない、いいねしか言えない。で、じゃあその中でさ、これちょっと別の話なんですけれども、よくね最近着るものどれですかって言ったら、もう今のところ圧倒的にこのグレーかな。グレーはねもう圧倒的に着てますね。でこれから多分ね白もやっぱり着始めると思います。で、それからね、まあ、オートミールはこれ結構ね限定的になってるんですよ、僕の中で今。このねオアスローのねファティークパンツ、この組み合わせの時だけこのオートミールはね、オートミールだったっけ、このきなりの色はね使ってますね。でそれから色に関してはこれちょっとまだ季節的に早いかなとは思っているんですけれども、まあデニムにも合わせやすいし、このカーキのさレッドキャップのボトムスにも合いやすいんで、まあこれとこれはちょっとオートマチックな感じになっちゃうんですけれども、でだからあんま着てない、ほとんど。まあこれから夏に向けてですね、まあどちらかというとこっちの方が圧倒的かなっていう感じですね。でということはメインはこれで、ちょっと色つけたいなっていう時はこのねパープルをね愛用しております。いやこれ T シャツはねやっぱ好きだからさ、熱が入りますね。でこれとかですね、ほんと90年代のさ雰囲気たっぷりあるじゃないですか。もうボトムスはデニムでしょ、この場合間違いなくないですか。このねボーダーの幅すごいっすよね、このちょっと大きめサイズというかさ。でこれがなんかもう何色だったっけ、なんか3色あるじゃないですか。明るいオレンジとベージュのボーダーだけはなんか値下げで990円プラス税かなんかになってたんですけれども、いやボーダーはいいね。まあ去年ほどボーダー多分着なくてもほんと無地ばっかなんですけれども、ユニクロ U いいっすね。ただユニクロ U いいんですけれども、ユニクロ U いいんですけれども、それをねまあ価格的には、まあ、ユニクロ U もうベストすぎる、ベストすぎる。これがさ期間限定価格で890円とか790円になったらさ、ちょっと追加で欲しいなと思ってるんですけど、あとはさ、まあさっきのさこっちのこれユニクロ U の1500円プラス税のエアリズムのね、T シャツなんですけれども、これは L サイズはもうこれ僕ねまたパターン化してきてるんですよ。このレッドキャップの、PT32 と2タックのボトムストーンの、ね、組み合わせで、CT70 履いたりとか、ニューバランスの 990V4 履いたりだとか、結構ねパターン化してる組み合わせが確かに多いっちゃ多いかなっていうのがね、今年の僕の着こなし方っていうか着方かなっていうふうに思ってますね。めちゃくちゃ喋ったな、いや喋り止まらんな。ということでね、あと最後さっきのまあこのねグレーの T シャツなんて一番あれだと思うんですけれども、これ洗濯した状態で脱水時間ほんと1分ぐらいでこのアーチ型ハンガーにかけたらこう肩出っ張らないじゃないですか。これね干すだけでシワがねほとんどないですよ。まあ着てたらさ、もう背中とか車とか運転したら速攻シワつくんですけど、まあ現時点シワ感ほとんど目立たない、もうほんと脱水時間ですよね。でこのねまあシャツも僕さ好きで、無印良品のこのねブルー、まあ薄いブルーというか水色のシャツもこれねまた脱水時間短いんですよ。
これ1分ぐらいです。1分ぐらいでシャツですよ。こう、まあ、携帯安定とか何も入ってないタイプ。なのに脱水時間短くすることで、まあ、これまだ洗いたてなんでびちゃびちゃなんですけれども、見てください、これ。これだんだんこれね、水の重みでね、シワ伸びてくるんですよ、これ。やっぱこれぐらい、もうほんとね、もうまだびちょびちょです、びちょびちょ。多分絞ったら下手したら水出てくるんじゃないかレベルなんですけれども、それぐらいでいいです。はい、こちらがですね、まあ完全に乾いた状態のシャツでございます。まあ 100% シワがないかったらそうでもないんですけれども、まあ携帯安定の加工とか施されてないにもかかわらず、まあ、水の重みだけである程度ね、まあ、シワっていう風に伸びてきますし、まあ、脱水時間短くすることによって服と服がこう、まあ、摩擦でねこう生地が傷んだりすることも随分軽減されると思いますので、まあ、脱水時間短くするのはおすすめかなと、かな、うん、おすすめですね。ということはね、今日はねトータル的に、まあ、ML 購入したんですけども、実際は今のところ L 着てます。M サイズの T シャツに関しては現地で全く着てないですね。これから秋に向けてスウェットのインナーだとか、ジャケットのインナーとか、まあ、G ジャのインナーとかに、まあ、M サイズだったらちょうどね、こういい丈感が出ますからですね。まあそういった意味も含めてですね、まあ、はい、疲れた。もう話疲れたね、話疲れたね。ということで、ML サイズの T シャツの購入方法なんですけれども、まあ来年のこう買い方のとか、秋の買い方の目安としては、っていうようなこともあるし、ただね、僕このね2枚サイズ購入の買い方に関しては結構自分の中でありだったかなっていうふうには思っておりますね。まあだからといって、まあ、最近購入したカラーに関してはもうこれなんて本当夏限定のカラーだと僕思ってるんで、まあ L だけでいいかなと、まあ、そのあたりもねちょっと臨機応変にですね考えて、洋服の方もまあ決して高いものではなくて、これ1000円でこれだけ満足できるんだったら超安いユニクロ U の無地 T シャツは絶対的に個人的にはめちゃくちゃおすすめっていうか、めちゃくちゃ自分自身気に入ってる、自分自身に勧めたい、もっと自分自身に勧めたい、強要はしないけれども自分自身にはねガンガン勧めたいアイテムなんじゃないかなということで、次何色買おうかなと思ったら、これ僕黒の M なんですよ。黒の L が欲しいんですよ。あと去年のものなんですけれども、この前にあの無印、ユニクロの店舗に行ったら、これ今年のグレーなんですよ。去年のグレーがもうちょっと明るいグレーで、ちょっと霜降り具合がもうちょっとはっきりしてるグレーがあったんで、次もし買うんだったらそのグレーとこのね、黒の2色購入 L サイズなんじゃないかなと思います。ということで、熱い熱い。ということで、僕はユニクロ U の T シャツが好きだよっていうのをひたすらお話しした動画でございました。では本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。あ、最後噛んだな、最後噛んだな。皆さんはですね、何色好きですか？で、何枚持ってますか？やっぱユニクロ U の T シャツ、ね、無地の T シャツ、男性女性ともにね、年齢ももう何も関係なくてですね、ガンガン着られるアイテムなんで、まあ、皆さんね、何色枚数持ったら教えていただければ、僕も参考にしたいと思います。